よう、マルゴ。わあ、びっくりさせるな。よくわかんないけど、ごめん。あ、それで何してるんだ。わかんないのか。前を見てみろ。ユイとワン吉じゃないか。もしかしてユイを尾行しているのか。違う、一緒に散歩しているんだ。こんなに距離を空けて歩いているのに散歩しているなんてわかるわけないだろう。きっとアルゴにもすごく感謝していると思うぜ。俺だってアルゴがクエストを続けてくれて嬉しかったし。なんだよ急に。別に本当に思っていることを言っただけだよ。あと、クエストログが更新されたみたいだ。餌、おいユイ、餌の時間だってさ。しかし、こうして面倒を見てもらっているが、クエストの先が全然見えないな。確かクエスト名は迷い犬の保護だったっけ。保護ということならもう十分果たしている気がするけど、もしかしたらこのままゲーム内で一生育てるっていうテーマの派生仕様だったりして。恐ろしいことを言うなよな。でも文句は言いつつ、散歩にだってついてきてくれているじゃないか。それは俺っちが犬っころのそばにいないとクエストが進行しない可能性だってあるわけで。ん？またイベント発生だ。あの犬っころ、もう腹が空いたのか。どうした？いや、このイベントが来ることは分かりきっていたことなんだけどな。保護は無事に達成できたみたいだ。それってもしかして犬っころを森に返す、その時が来たみたいだ。さて、この話をどうやってゆいちゃんに切り出したものかな。俺がやるよ。クエストをやりたいと言ったのは俺とゆいだからな。実は今ワン吉のクエストが進行したんだ。本当ですか？ただ、ワン吉とは別れなくちゃいけないんだよ。別れる？森に返す時が来たんだ。その犬はもともと人里に迷い込んだ犬なんだよ。けどもう一匹でも十分に生きていける時が来たんだ。ユイちゃんが世話をしたからワン吉は森に帰ることができるんだよ。
場所で過ごすことができるんですね。よかったです。私ちゃんと面倒を見てあげることができましたよ。あ、偉いぞユイ。ワン吉、故郷に帰れるんですよ。あの、お二人にお願いをしてもいいですか？なんだ？言ってみてくれ。私もワン吉を見送りに行きたいです。当然だ、ちゃんと連れて行くよ。ああ、問題ないぞ。それからですね、もう一つお願いがあるんですが。もちろん、いっぱい遊んでおいで。ここで待っているから。ありがとうございます。ワン吉、行きますよ。ご苦労さん、ユイちゃん。辛そうだったな。そりゃな、ずっと面倒見てきたんだ。はあ、いろんな意味できついクエストだな。クエストの目的地はここらみたいだな。この森がワン吉の帰る場所ですか。ユイ、ワン吉にお別れを言わないとですね。そうだな、ワン吉、この森で立派な犬になれよ。ワン吉、もう村に迷い込んで迷惑かけたりするなよな。ワン吉、寂しいですけどここでお別れなんです。これからもちゃんとお利口でいられますか？森には木の実とかたくさんありますけど、食べ過ぎちゃダメですよ。ワン吉は食いしん坊なんですから。ワン吉、森で仲間と仲良く暮らすんですよ。ワン吉、私はワン吉と一緒に過ごすことができて本当に楽しかったです。ありがとうございます、ワン吉。それじゃあワン吉、お別れです。元気でいてくださいね。さようなら、ワン吉。行っちゃったな、ユイ。はい。ワン吉もきっとユイにありがとうって言っていたと思うよ。飼い主がユイちゃんで幸せだったな。私もワン吉に会えて幸せでした。さあ、それじゃあ町に戻ろうか。はい。あ、クエストログが進行した知らせだ。そういえばワン吉は森に返したけど、クエストって終わってないよな。確かに。ちょっと調べてみるから待っててくれ。あ、やっぱりだ。まだワン吉のクエストが残ったままだぞ。残ったまま？みたいだな。なら、またワン吉と会えるかもしれないですね。よかったな、ユイ。元気になったな。そういうアルゴも嬉しそうな顔をしているな。違う、クエストが考えていた以上に長いから情報として価値があると思っただけだ。分かった分かった。今度会う時が楽しみです。
さてと、もう少しで歩いてマップ情報を埋めるとしようかな。こんなとこで会うなんて奇遇ね。ごきげんよう。よう、シノニー、プレミア、二人で何してるんだ？プレミアの用事の手がかりを探していたのよ。ああ、なるほど。けど、そう簡単に欲しい情報は見つからないのよね。未だ成果はなしってことか。